相手が移動してるけど、足上がらないから、そうですね、はい、そういう感じで相手を当てる場所にも導いてやる感じですね。膝蹴りっていうのは超カウンターの技になる感じです。これをつなげるとこのタイミングで来客なんだ。バスこんにちは、風川光です、今回も名古屋市水北区にある JKF 荒川橋より、元キックボクシング4階級世界王者佐藤義弘さんと、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、今回はもう、まあ、佐藤さんといえばもうマシンのように淡々と相手をもう追い込んでもうこう壊すみたいな意味だったんですけど、なんですかね、なんかあれ相手の人は嫌だろうなっていうこの淡々と痛い攻撃とかで削られ続けて、もうなんかなんですかね、なんか相手戦闘不能になるみたいなイメージがあったんですよ。そうですね、確かに。もうなんか、もう見てて途中からかわいそうになったぐらいの試合も結構印象があって、で当時そのローキックとか、はい、あと膝蹴りとかでそのなんですかね、ボコボコにするっていうのがイメージがあったんですけど、その佐藤さんのそのローとか膝とかをどういうふうにその意識して打ってたのかとか、ちょっと今回その辺を、深掘ってお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、また防具を、はい、あ、はい、ここつけて、じゃあつけて入りましょうか。はい、あ、じゃあ力、じゃあローキックからでお聞きしていいですか。当て方の当て方とかその持ってきたというか、はいはい、あのローキックはまあ、今カーブキックとかもあるんですけど、基本、はい、僕らあの今カーブキックが出る前って意外とローキック、ちょっとローって何ていうんですか、ローをこの足でガードするのが結構多くなかったので、はい、で、こっからですか、ムエタイは足で素手でカットするのが一応主流なんですよ。だからカーブキックは僕の観点から言うと、この足のカットをしっかり基礎として身についていれば、そこまで、まあ、痛いけど KO されるほどではないかなというのは自分の考えで、だからあのキックボクシングをしたらやっぱり打ってくるとやっぱ足でカットされちゃう。そうするとやっぱり蹴った方も痛いじゃないですか。でいかにあの自分がローキックをやっぱここに当てるかっていうことを考えると、ちょっと足上げてもらっていいですか。下ろしてください。ここ立てれば当たるじゃないですか、はい、もう要はこういうこれを読むわけです。あ、試合中にこうやって相手をだんだんこう対峙して、こうやって戦っていくとリズムっていうのがだんだん相手とのこのタイミングですね、こうちょっと大げさにちょっと戻るかな、この時だったらもう足絶対上がらないから、はい、このタイミングで打っちゃう。でそのタイミングを作る簡単な方法っていうのが左に回るってことなんですよ。はいはい、ジャブって左に回るとパーンパーンっていうと相手もこう回りながら、あとちなみに、結構こうガンガンって詰めて、はい、ロープとかも使われてたじゃないですか、はいはい、ああいう時にも何かあります。そうですね、あれは押してるとかね、はい、自分で距離を作るのもあったんです、はい、このもう肉弾戦だってこのぐらい距離持って、はい、まあ、例えば、まあ、クラスだとか、はい、ドラムとかこういう相手もなかなか下がってくれないけど頑張ってもう押して距離作ってるとか、はい、押してやる相手の間はもうこれ反応できない、はいはい、これもなかなかこうはできない、できない、はい、そういう相手がガードできない体勢を作って、まあ、真っ正直に言ってるわけじゃないんですよね、もういろんなポジショニングとかを取りながら相手がガードできない位置で打つみたいな。そうするとメインはじゃあジャブでこっち回っていって、メインとか序盤です。あ、序盤ね、ただ白熱してくると左に回ることが
かるかない、もうやる、もう近くでこうやってこういうのはもうけど、あのもうこのこの距離で回ったらローは出られないんで、あの今のやつは序盤の、序盤の、はい、最初の作りみたいな。そうです。だからさっきもあの 前回やってた話で、あのこのジャブを打って、はい、このちょっと近くなってジャブを打てるような距離になってきたら、今度はバーンみたいな感じで当てていくと。もう結構簡単だと思います。ジャブ2発で相手が自分に合わせて回ってくれてる間にフローを打つ。もう自分からこっちにパンパンそうですね、でもこう先にこう、はい、来ちゃう。でこれがもうやられられてくると相手は左に回らずにちょっと左回ったんですから、こうやって潰されちゃう、はい、こうなったら打ってないんで、これはもうこうなったら相手も結構やるなっていう感じですね。ちょっと相手がそれに対応して潰しすぎたからじゃあ違うさせるかみたいな。ちなみにローを効かしていくときって、あのなんか結構決定してローを蹴ったりもするじゃないですか、ああいうときどうしてるとかってあります？他のパターンというか、これはよく入ったなとか、これはよく使ったなみたいな。右ローのダブルとかかな、足をしっかりカットする相手に対しては、はい、右ローでカットしてください、はい、カットさせて、あ、はいはい、これはよくダブルで使ってました、こういう感じで、はい、で対戦相手にはよく、あの当たった攻撃ですね。はい、適当にこうやって上げてるんで、ローキック適当に上げてていいやと思ってるから、はい、でこう適当に上げて下ろしたところにバーンと圧を食らわせる。でも思ったのが、あのガボランカウイジとか、はい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 、コーケスさん、ダイジェストで、はいはい、まあ、乗せてくれたじゃないですか、はい、彼と戦った2ラウンド目で、僕、ローのダブルをヒットさせた場面があったんですよ。はい、でカウンキックが流行ったじゃないですか、はい、で改めてあの時のガオラの動きを見てると思うんですよ、はい、ガオラのローが効いたと思ったんです、あのダブルで、あーパーンで、はい、ガオラちょっと効いたそうに見せたんですよ、はい、あれ僕ひょっとしたらなこっちで効いたんじゃなくて、あーカーブで効いたんちゃうかなと思って、なるほど、ちょっと見てもらっていいですか後で、あー、はい、あの編集の時、あー、分かりました、あの時のこのガオラの痛がりがカーブで痛かったのか、はいはい、ここで痛がるにしてはちょっとヒット数が少なかったようなするんですよ、だからもしあのままだったらパーンパーンじゃなくてもうパーンパーンだったら結構痛いと思って読み切っちゃうかなっていう感覚はありますね。あ、なるほど、今にしとくと、はい、ここで確かにキックでカーブなんてなかったね。そうなんですね、足のカットがあったから、うん、そ発想は思いつかなかったですよね。ちなみに僕らとかってそのこうやって明らかにこうして上げてカットするタイプの人、ちょっとカットを上げてもらっていいですか、タイプの人って、はい、あえて下からこうこの前傾後突きの横をこう外れたらカーブ狙いで蹴ったりするんですよ。なんでこうパーンって蹴ってて、あ、上げるなと思ったらパッてやって上げさせたらパーンって連結を突き狙い、そうですよね、連結を突き狙い、普通の角度だったら効きますね、普通の角度がこのぐらいしないとカラー広くしないとダメだ、なんでこうパーンって上げる人とか上げさせて、はい、あれってじゃあひょっとしたら本当にもあれがそのカラーになってたかもしれない、わかんないです、打ち上げなんでその角度が、あー、なるほど、あ、そう、こういかないんで、あ、打ち上げなるんです、そうですね、あ、もうカット意外にそのカットした何でしたから、あ、結構やりていけますね、面白いですね昔僕もそれ偶然だったんですけど、はい、試合中にカーブ狙いで相手がカットしてあげたって下から当たったら今も聞いたことない3年前来てくれた時に、まあ、コーケスさんそのカーブが流行り始めた時に、ね、教えてもらった時に、はい、そのゲゲダって言ってたら、はい、そのゲゲダが詰めますね、はい、ゲのゲダそうですもともとだから空手にはあったわけだと聞いて、はい、目から鱗でした、あ、僕が入門する前からあったわけで、うん、あの道場の指導書にはふくらはぎの経験がいる、そうなんだ、なんでもっと前の段階で KO 計算されなかったんだろう、あーと、あれなんですね、多分フルコンルールだとそこまでそのカーブがバカすか当たる距離にはなりづらい、なるほど、で近すぎる、そうなんですね、なんで走行とかの方が
相性がいいとか、まあ、あの手を繋がる場所に、そうですね、タックルの時はカットできないですね。この間思ったのは、理想の人ってこうタックルを警戒するから前足がこっち入ってる人がいるんですよ。そうするとカーブの一番効くところに当てるんで、これなんかもうキックボクサーでも、はい、例えばボクシング出身の人が構えたら、はいはい、こうなるかもうロープダメだからもう肩切りをできるわみたいな。カーブとかだとボッケ危険であんまり蹴れないんですけど、こう構えてる人にこう蹴ってるとカーブ入ったんですけど、こう蹴ってる人ってこう蹴ってもカーブ全然違うんで、なんでそうだとこっちのカーブが結構流行ってるのかなっていうのを前改めて考えると、はいはい、だいぶ脱線しちゃいました。なんか構えのこのつま先の向きがやっぱ、はい、スタンスとか格闘技に違うんで、だからかなっていう。キック系立ち技もやっぱ基本内側には向けないですね。あ、もう向けないです。内側向けるんだったらしっかりステップ掴んで、ああ、そうです。もうこれでローを返さないと思います。簡単にやられるんですよ。だからもうあのさっきもあの前々回の基礎で言ったように左足はまっすぐ、あ、それがキックボクシングの基本ですね。こういう人にここを蹴っていこうとするとちょっと膝を外に向けられると一番くちゃうんで、もうだから遅い、はい、だから、まあ、僕ら空手でみんなあの目に蹴り合ってた時とかもだからこことか一発で終わるの分かってても結局勝ったら痛いんで、だから下メインになってたっていうのがあって、もう全然話が逸れてて膝切りとか全然聞いてないみたいな。膝切りに行きます。すいません、膝切りに行きます。よし、膝切りは膝切りっていうのは超カウンターの技になるんですか。下がっている相手には中は入れられなくて、やっぱりこう前に来るところにバーンっていうのがやっぱり膝なので、まあタックルはタイミングが大切で、いつもこれジムの会員さんにはちょっとこれはなかなか説明するの難しいんですけど、競技者向けだからカウンターとしての膝蹴りの説明をすると、パンチを絡め取るっていうのがあるんですよ。例えば右のストレート、こう行って、こう、で、カウンターになる。マサト戦なんかは結構これで、左のジャブで打っていきます。これもモーション読んじゃうんですよ、これは。あ、もうこの動きができもう自然にできるようにする。はい、しまくる。そうですね、はい、こうだんだんタイミングが上がってくると思うんで、例えば対人練習で、うん、このストレート、今のストレートからの圧をこう10回ずつとか練習すればだんだん形になってくる、はい、もう左手でやって右手でグリップで、うん、これを流れるように、はい、こういう感じです。左は右手でパーリングしてスイッチして、これをつなげると、このタイミングで来客なんだ。だからこのカウンターやっぱ膝切りはカウンターで食らうのが一番の当たり前のダメージになりますので、だからそうですね、このタイミングを。これの場合は本当にひたすら相手のこれに対しても自然とこれができる、自然とこれができるレベルまでやっといて、その中で、あれですね、スパーリングの中で試していって、でも相手のこれでも反応できるみたいなことを繰り返す感じです。僕がやってたのは、まずこういう軽くやる練習でしっかり形を定めて、で軽いスパーで試して、でガチスパーでなんとか
もう他のことはどうでもいいから、はいはい、この3分間のスパンの中で1回だけでもいいから、はいはい、ガチで来た時にカウント合わせてやろうって、そういう課題を持ってやってました。それめちゃくちゃ大切です。もう1回だけでもいい、はい、もう今日はもう致命傷だけ食らわないようにして、1回だけガードを狙って狙ってやるっていう、これ自信、それが初めて技になったってやつなのかな。それめちゃくちゃ大切だと思います。空手であるわけで、道場内で強いけど試合に出る弱い人が結構いるんですけど、そういう人だって道場内の強さにこだわっちゃってて、その例えばタコさんみたいにそれを一発は当ててやろうってやってると、道場内でもある、そう、自分内のスパーリングがその時って負けてるじゃないですか、そこから、それが許せなくて、そこで勝ちに行って、いろいろ自分を変えれない人って結構いてからって感じで、なんか、道場内ではあの人強いけどねっていう人が、それができない。もったいないですよね。まあ、もったいないですよね。で、そういう人がいると、その、こすい技とか、本気の戦いではありえない攻撃をしてくるから、まあ、あんまり練習にならないっていうか、まさにやっぱキックでもそう、まさにそうか、その試合に勝つためにスパーリングをやっているのか、その場の小さな勝負で上回って優越感に浸りたいのか、どっちなんですか、あなたは、って思うときはあります。空手関係者の人、結構ここ大切なのかな、やっぱり、いや、本当そう、すっごい分かります、お互いやっぱり、この、その、自分のジムのリング内で戦うスパーリングっていうのは敵じゃないですか、そうですね、まあ、あくまでライバル、仲間であって、その高め合うやつだから、壊し合うやつじゃないんで、まあ、倒す癖をつけるために倒しきるような戦いやつもあるけど、それはそれで確かにそれはいいんだけど、今コンキスさんが言ってるのは軽い練習でっていうやつだから、ちょっと話しちゃいますよね。ちょっとぐさっとしてやつと気をつけてください。ありがとうございます。ちょっと護身術って言葉って僕も結構誤解が多い言葉かなと思ってて、そういう身の回りの武器をうまく使うっていうのはとてもねいいと思いますね、はい、自分の体が重心が揃うから取れるっていう意味でも、はい、で手をガッチリ掴んでて足が緩んでたらこういうふうに。ありがとうございました。またローキックと膝蹴りとちょっとまた他の話もちょっと飛び火じゃない言って盛り上がっちゃったんですけど、今日もありがとうございました。あれですね、それは全然話が変わるんですけど、はい、次先日、ちょっとこれ今動画出てるだいぶ先になっちゃうと思うんですけど、前は個展、ソドの個展を開催されます。そうなんですよ、株式会社エントリープレゼンツ、はい、桑志書店8っていうやつを、はい、名古屋の伏見で、はい、開催させてもらったんですけど、2021年の9月からその、辞書の旅をやってるんです。その辞書の旅で読んだ語を全て書くっていうことに挑戦しまして、はい、で本当2023年の6月にその古事ことわざ辞典と四字熟語辞典の「あ」から「わ」まで全ページから1語ずつ抜き出して書くという快挙を達成しました。これぜひ皆さんに見てもらいたいんだけど、インスタグラムで「ハッシュタグ、新明解古事ことわざ辞典」でもう1個「ハッシュタグ新明解四字熟語辞典」のハッシュタグをタップするとすごい光景が見られますので、もうそうこの辞書といえばもう佐藤しかいないみたいな状態になってて、大変壮観な風景を自分で今楽しんでます。そう、佐藤さんのインスタ見てると定期的に1日2個2枚なんですよね、書が出てくるんですけど、そうだ、あれが要はシャッシャがついてるから、そのハッシュタグで検索すると それのみになるってことですね。壮観でしたね。2年ずっと全ページに書いてるから、はいはいはい、俺しかいないです、はい、で今広辞苑読んでいて、はい、広辞苑も一応今のところは1ページの中で1個ずつ抜き出すことを今のところは成功してるんですよ、はいはい、やれるかどうかわかんないですけど、そのうち広辞苑も全部広辞苑というものを書くらしい。
感じになっちゃうだろうなって。インスタで構成でしょ、はい、もう結構そうそう、もうコツ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 ちょっとずつ侵食していくんで。だから今ここで宣言したらもうハッシュタグ隠れないですか。ああいいですよ、大丈夫、やれるもんだよ、言ってみて挑戦状が出ます。やれるもんだよ、やってみたらいいっていうか、もう一緒に行ってもいいよ。ああなるほど。あでも僕のうちのジムの会員さんに辞書の旅を始めた人、あ本当ですか、つい先週新明解国語辞典第8版を完全読破した人がいるんです。もうねめっちゃ嬉しいですなんか話盛り上がりそうです、ね、めっちゃ盛り上がりツイッターで2人で会話してますなるほど、誰もついてくれない多分ついてこれる人はほぼいないですが、めちゃくちゃ面白いですよね。みんな同じことやってって大変ですねって言ってくる、はいはい、でも僕とその彼は考えは違って、僕らは毎日違う言葉を毎日新しい発見をしてるわけですよ。同じように見てる見えるけど、だからめちゃ面白い。最初は苦行だったけど、はい、今は結構楽しんで見てますよ、はい、お腹も募集中だそうなんで、よかったら、なんだろう、辞典読破した人、ハッシュタグつけて、佐藤さん、メンションつけて、僕も読破しましたって言ったら、かなりコアな話ができることなんで、よかったら挑戦してみてください。あとね、やっぱね、はい、やっぱり日本語の辞書だから、はい、仏教だったり、儒教に強いんですよ。心がね、はい、穏やかになっていきますね。なるほど。なんだろう、やっていくことでちょっと違うプラスも出るそうなんで、よかったらやってみてください。日頃僕のチャンネルは魅力 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新しています。最新のには技術を見逃したくない方はいいねボタンとチャンネル登録して、空手家ゴージャスの YouTube 動画でこれからも一緒に強くなりましょう。ありがとうございました。基本的にインローが効かされやすい場合はスタンスが横に広い可能性が高いですね。要はインローを蹴ろうと思ったらですね、前足のインロー、こちらは足でこちらは足を蹴りますね。そうするとここの距離があればある